あ、新規ミッション追加。ちょっと待って、セーブ入れる前にどういうミッションが追加されたかだけ見よう。あ、これかな、ミッドカルモンスター。あー、ミッドカル周辺にてモンスターが大量発生している。生命学の専門家によると、そのモンスターは侵略カンパニーと脅威となる可能性を秘めているらしい。情報の信憑性は不透明だが、直ちに現場へ急行し調査せよ。あの、なんか女の子とかのクエスト、上もクエストだよね、かこのお話っていう感じなのかな。で、モンスターレポート、ミッドカル。はー、モデオヘイム。モデオ地方に生息するモンスターとのバトルし、雪国だけあって種類は少ないが、練習バトルの相手としてはなかなかいけると思うと。なるへそね。あ、ウータイ特殊部隊炎月林。偵察部隊を倒せ。ラブレス通りにして検挙したウータイスパイの情報により、炎月部隊の偵察部隊が5番街スラムに潜伏していることが判明した。直ちに現場に向かい偵察部隊を殲滅せよ。あ、じゃあ捕まえるたびにこのミッションが追加されるってことなんだね。スラムマーケットに出て検挙したウータイスパイの情報により、炎月林隊の先行部隊がコレル山炭鉱に潜伏していることが判明。なるほどね。はい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 、なるほどですよ。とりあえずセーブ入れといたので、これで先進んじゃってもリセットすればいいんですけど。材料さ、集めてきたよ。花折りワゴン作ろう。花折りワゴンの材料として中古品の工具、古びた木材、くたびれたワゴンの作り方をエルスに渡した。ギコギコギコ、トントントン、カンカン。なんかすごいいい感じ、材料の組み合わせ完璧だね。どんな感じ？お、来たか？なんか可愛くないね。ダメ？そうか。まあいいじゃない。いや、なんかいい風だけどな、ダメなのかな。いい感じじゃん。納得できない。贅沢に言わない。本当だよ。ささやかな希望言っただけ。ささやかだけど、たくさんあるんだろ。当たり。聞く？何個あるの？23? 具体的だな。めちゃくちゃ多い。忘れるから。うん。状況が変わった。お、本社へ急げ。もうせっかく今やデートしていたのに。残念。はい。あ、本当に書いてくれたんだ。23個。守れよザックス。よし。やっぱりイマイチだったね。あれじゃダメなんだ。やっぱもっといいのがあるはずなんだよね。でもまあ、また集めて話しかければいいって感じなのかね。それとも、どうなのか。地方のマコーロ周辺にモンスターが大量発生。マコーロ勤務者が全員消息不明。現場付近にいたソルジャーたちも消息を絶った。社は調査のために改めてソルジャーを派遣することにした。俺とお前が行く。了解。どうした？いや、ほら、例のあれ、何か分かったのかと思ってきたから。消息を絶ったソルジャーたちはラザードを追っていた連中だ。しかも彼らはポッド型の奇妙な装置を付近で見つけたらしい。それってホランダーの？おそらくモデオヘイムから奪われたものだ。ってことはラザード、ホランダー、ジェネシスも会いに行かなくてはな。うん、早く行こう。ではまずソルジャーフロアへ行け。お前と同行する兵士たちの準備が整い次第出発だ。了解。俺たちが命じられたのはマコーロの調査だ、うん、古い知り合いのことは何も言われていない。場合によっては俺はシンラを捨てるかもしれない。それまでは神羅の従順なソルジャーだ。友情が垣間見えるな。もう FF7 本編のセフィロスでは考えられないことばっかり言ってるわ。神羅を捨ててまで友情を取るとすごいね。で、誰もこれ、あれ、なんで、おお、あ、カンセル。ザック・セフィロスさんと一緒に新しい任務に行くんだってな。お前とは行かないの？俺も。あ、コンドルフォート、そうか、あそこにマコーロあったか。上にフェニックスがいるからさ。それ、そっち出てばっかりだったけど。ザックス、お前ともしばらくお別れだな。そうだな、お別れか。
なんだ俺と別れるのがそんなに寂しいの、もうなんか思わせぶりなことばっかり言うな、おい。カンセルよ。お前は。寂しい理由は、エアリスはね、お前お前のことが好きだったんだよ。もうこれしかねえだろ、もう。これ以外にない。すまんな、エアリス。俺、実は俺もお前のことが、おい、もう、二人は幸せなキスをして終了。おしまいですわ、もうこれね。違うだろ、気になってるのはスラムの彼氏だろ。そうだよ、しっかりしろ、ザックス。ザックスと俺。まだ時間があるんだろう、任務出発の前にその子に会いに行きよ、そうだね。やり残すことがあるでしょうよ。大丈夫、大丈夫、スイルスさんに俺がうまくいっておくさ。ここで、まだ時間があるんだろう、今その子に会いに行けよ。セビロさんの山が行っておくから。はい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 。そうだね。やっぱ、イアリスにまた会いに行けるんだ。ワゴンも作れると。ちゃんとある。ただ、いよいよもうこれで、イアリスとは二度と会えなくなるとか、なんかそういう感じなのかな。俺も地方マコールに出張することになったっす。あ、そうっすか。行き先は新しく建設が進んでるコレル村のマコーロス。コレルね。コレルか。バレットね。今日はザックス君の体力測定のこと、いきなり俺がお前に話しかけなかったらそれも行われなかったってことなんじゃないのか、それは。君の身体能力を測るための重要なテストだから心してやって。わかりました。体力測定の準備は、興味ないね。クラウドだな。体力測定って何よ。1分間に何回スクワットできた。あ、任せろ。もう、どのソルジャーより得意だよ、スクワットは。スクワット中に対面がよく丸を押すと連続してスクワットを行うことができる。丸を押すタイミングを間違えるとスクワットを中断してしまうので注意してください。多分一番下にしゃがんだ時に丸を押せってことだから、任せろよ。ちょっとテレビに繋いでる関係上、ちょい、あれだね、タイミングが他と違うのかもしれないけど。あ、神羅兵との戦い？はい。いいね。おい、いいですよ。まさかこれ戦うなんて。なるほどね。やっぱ FF7 のミニゲームといえば、うお、燃えてきたーちょっと変なあれ入れるから変なうお燃えてきたとか入れるからちょっとそこではい。ああ、もうザックス、そうか、ちょっと早くなっちゃうんだよね。いいよ。あ、ダメだ、これがねうまくいかないんだよね。まあ、勝ってるからいいんだけど、うお、燃えてきてからの成功ができない。これの後に、こう。あ、ダメだった。ちょい早めか。もうちょい早め。難しいわ。まあ、勝ってるからいいけど。もう一回燃えてきて。はい！オッケー、できた。最後にできたわ。よし。これを持って、あ、でも終わっちゃった？ほら、でも中級、上級とかあるよ、きっと。さすがソルジャー殿のすごいスクワット技術であります。さすがザックス殿って言った方がいいのかもしれないぞ。てれてってれーん。過去ベスト記録、大腿四頭筋がたくましくなった。マスキュラー！神羅配膳大セク、なんだそりゃ。配膳大、いる？まあ、とりあえずやめとくけど。なんか、あれかな、まあまあもう一回できんない？ 50 超えたらさ、またなんかいいの取れるとかさ、そんなんありそうだよね。ちょっと最後コツつかんだから、ちょっとそれでもう一回やるし。めっちゃ早い。やばい。焦る。あ、でもいけてる。これ以上速くならないんじゃないの、これ。すごいな。スクワットマニアもここまで来たらもうちょっともう、引くわ。すごい。でも俺とりあえず、ちょっと見せた。ちょっと遅かったか。50は行きたいな。とりあえず50回行って、よし。ノーミスだったら60回ぐらい行ってそうだよね。おい。あ、60回は行ったな。ノーミスだったらな。よし、とりあえず58行ったよ。良い勝負だと敵ながらあっぱれだ。
ココベスト記録、ココベスト記録、大体死闘剣がたくらしくなった。神羅聖戦、なんかすごいの手に入れたよ。もういいかな。もういいわ。もういいぜ。さっき展示品の車のタイヤを盗もうとしていた少年がいたんです。ああ、あの子じゃないの？全く信じられませんよ。あのタイヤを盗んで何をするんだか。不審な少年を見つけたら私までご連絡を。ちょっと黙っといてあげようね。シドがいよ、シド！搭乗訓練を始めたらしいが、その訓練本当なら私が、シンデは私から宇宙の夢を奪ったこの恨みは忘れやしない。あらあら、なんか怖い。シド出んのかな、名前だけかな、テキストだけなんだろうか。いや、シドいいっすね。お誰、あ、宇宙、あ、宇宙開発住居、まさに今タイムリーな。ロケットエンジンの産業利用を確立する宇宙開発事業の現状を報告します。現在は有人宇宙船ロケット神羅26号の開発を進めており、数年内に打ち上げを実現する見込みです。果たして本当にそれは実現するのかというところですね。実際は実現しなかったんですけれども。なお、ロケット神羅26号の完成予定模型は神羅ビルの展示ルームにて公開中です。開発は順調に進んでおり、搭乗パイロットのシドハイウィンドも訓練を開始しました。宇宙カンパニーの宇宙、神羅カンパニーの宇宙開発にご期待くださいと。そうだ、受付の人だよ、ジュノンにね。何を聞こうかな。俺のスケジュール、あ、そんなことも聞けるの。自分のスケジュールぐらい自分で把握しようぜ、ザックス。それじゃあのザックスさんですね。あなたのスケジュールを調べてみます。新しい任務として地方魔航路の調査指令が出ています。出発までに時間がありますので、恋人とのひとときを過ごされて。なんでみんな知ってんの。筒抜けにも程がないですか。神羅ビルについて、あ、まあここら辺はまあね。ご機嫌よ、クラソルジャークラスファースト、ザックスさん。音楽家出身なんですってね。身長185センチ、一人っ子で趣味はスクワットね。いやさ、なんかあれなのかな、コンピューターウイルスでもザックスの携帯に入ってさ流出してる。ふむふむ、なるほどね。いや、なんでもありませんのよ。ほほほほほ、なんか怖いんだけど、すっげえ怖っ。お、都市開発部門主任、我々神羅カンパニーのさらなる繁栄に必要なもの、それが何かわかるかね。なんだ、それはミッドカルの都市開発だ。世界一の商業都市になったとはいえ、ミッドカルはまだ多くの問題を抱えている。例えばプレート株のスラム化、マコエネルギー消費量の増加。ミッドカル市民により良い生活を提供するため、我々は日々努力を続けている。だが武力なき都市開発部門の力では手が打てないケースも多い。ソルジャーの力を貸してくれないか。おお、なるほど、なるほどね。ミッドカルの都市開発、俺も協力したいって伝えることがあったら言ってくれよ。おお、じゃあこれあれミッションだね。ミッションが追加されたっていう感じだわ。どれどれ、確認だけしてな。あ、これだ、貴重なものを求めてのミッドカル都市開発部門。はあ、第一次スラム開発計画、都市開発部門からの依頼である。同部門はスラム地区のモンスターを排除して住みよいミッドカルの建設を目指している。そこでスラム地区に向かい、そこにいるモンスターを排除してアイテム類があれば回収してほしいと。なるへそね。ここまでガガッとね、カットを入れてミッション回っていうのをやりたいと思いますよ。とりあえずいろいろ巡ろうぜ。お、メール、予算報告、神羅ニュース。え、兵器開発部門が長年研究を重ねてきた新兵器の試作が完成し、現在スラム街にてテスト運用中である。この兵器が実用化されれば、一般兵ソルジャーの大幅削減が可能となり、人件費のコストダウンに大きく貢献する。その効果に期待し、新兵器の実用化に向けて予算計画を下記の通りに変更する。治安維持部門が100ギルから、おおえ、治安維持部門ってハイデッカーだったよね。で、兵器開発部門ってスカーレットだったよね。あら、予算に大きく差が、40億ギルものの差が。大丈夫かこれ、社内人事とか大丈夫かこれ。とりあえずもう一回話しかけようかなと思うけど、お、あ、やっぱりあるんだ。そうだよね、とりあえずエリスに会いに行かなきゃいけないんだもんね。さあ大丈夫か、ザックス、お仕事も終わったの。これから大事な任務でミッドカルを離れることになった。いつ戻る。
わからん。そうだな、もう口癖になってるもんな。わからん。電話してもいい。そうだね、電話ぐらいしてやんなきゃよ。もちろん、仕事らでちょちょいとこの人すぐ帰ってくるって。そうだ、今からやろうよ。何をよ。電話を、何を。まずはスラムお花でいっぱい。そうね。おお、すげえ、ワゴン引いてる。いや、いいじゃん、いいと思うけどな。エアリスはなんか、ほらほら、いいじゃんね。可愛くて、ああ、ザックスが言ってんのか。エアリスはなんかあまり納得いってないけど、みんな買ってくれるかな。買え、みんな、エアリスが売ってんだから。買えよ。誰も来ないね。ちょっと宣伝しなきゃいけないのかもしれないな。きっと来るって、もう少しすればお客さんいっぱい。そうよ、いっぱいよ。やっぱりワゴン可愛くないから、そんなダメかね。まあ殺風景ではあるかもしれないけれどもね。お客さん、来たよ。逃がすな、絶対逃がすんじゃねえ。ねえねえ、そこ、なんだ、花買わない。それは体験背負ってる男からそれ言われたら若干引くのかもしれない。今ならなんとたったの10ゲル。このやつは価格破壊、買わなきゃ損だぜ。価格破壊しちゃっていいのか、イザックスよ。原価から考えないと。エアリス5ゲルに負けてくれたらか。もう相当足元見られてるぞ。うん、いくらでも。そうだよな、1ギルでもいいって言ってもね、エアリスはね。いや、ここで折れちゃダメだ。7ギルで交渉してくる、強気に攻めよう。行くね。握る、たった握るのためだけに行くね。でも、お客さん行っちゃった。あららららなんだよ、ちょっと待ってくれたっていいじゃんね。くそ。エアリス、ごめん。どうして？私、すごく楽しい。確かに楽しい。これはいいぞ。ザックスと一緒だから。イチャついてる。ザックス、またお客さん。あの子はあの子じゃないのか、これは。いつものあの子なんじゃないの？あ、ゾン。そっか、監視してんのか。ゾンも花買って。お前も花買ってくれよ。監視してるんじゃなくて。あ、彼女のことは心配するな。監視任務には危険要因からの保護も含まれている。あんたしか頼めるやつがいなくてさ。おい、なんで笑うんだよ。頼んだからな。なるほど。何があってもいいようにってことか。感情のとこ、ああ、そうなの。エアリスの、あれかな、リールが揃いやすくなったとか。あ、ツォンか。ツォンとエアリスのリールが揃いやすくなったのかな。ツォンにエアリスのことを頼むかなんかね。ちょっと、ザックスとしてはね、苦肉の策というかね、本当は自分でね、守ってあげたいんだろうけど。悲しいね、なんかね。おう。あ、結局戻ってくんの？帰ってきたんだな。運が良かった、セフィロスさん、まただぜ。どうする、このまま固定待つのか。いやいやいや、これはもうちょっと待つよ。まだいろいろファンクラブとかあるし、もう少し待ってくれ。ここで、もう心残りはないをやっちゃうと、いよいよ先進むって感じだね。なるほどな。あ、やば。俺このさ、ブリーフィングルームのさ、やべえ、ポット見てねえ。あー、なるほど。だから経費削減やられたー。くそー。何回か逃してエルメスの靴とかめちゃくちゃいいの来るし、ヘイストかかんのかな。エルメスの靴って言えば常時ヘイストだよな。エルメスの靴、エルメスの靴あった。あ、ストップ状態を防ぐ。ヘイストじゃなかったらいらないかな。あ、であと、神羅暗視希望、これ。体力 60% も上がっちまうぜ。60はやばいね。ただまあ、やっぱこれ、今つけてるダイヤのことハイパーリストなんでね、このコンボが一番良さそうな気もしますよね。あ、戻ってきてるお母さん。おい。ああ、まあよかったね。よかったよ。母ちゃんが母ちゃんらしくあるためにはファンクラブが必要だって分かったんだ。だから俺も母ちゃんのファン活動を手伝っていること、ちょっと
すごい子だなこの子は。めちゃくちゃ大人じゃねえか。そしたら母ちゃん、これからはちゃんと家事もやるって約束してくれた。息子とやる約束じゃないのよこれね。え、当たり前のことというかね。まったく息子にこんなこと言われて恥ずかしくないのか。あんたは夢を持って、夢を、モンスターと同じだぞ。息子が私のためにファンクラブを復活させようと言ってくれた。これからは息子と二人で森林の会を運営していく。なんだそれ。俺にあなたをファンクラブの特別会員にしてあげる。もうザックさん、何個のファンクラブの特別会員になっているんだろう。え、ちょっと待てよ。え、あ、ごめん、全然バレてなかった。なんかね、普通に、確かにこんなビルにエレベーター2個もしかねえっておかしいよなって思ってただけなんだけど、至極真っ当なことを言ってるだけだったから、スパイだと思わなかったわ。またミッキー並みの早着替え。おー、すごい。やばい、もうカットする気満々だったわ。へー、こいつスパイだったんだ。さあ次は何だ。4人目のスパイの情報。今回のスパイは男ではなく女性に変装している可能性。え、男なのに女性に変装できているってことでしょ。すごいな。金に目がない性格だと聞いていますが、それだけの情報ではどうにも。うん、一応ここにいるんだよ、あのナンパされてる人が。はい、そこのピチピチギャル、俺と一緒に青春しないか、ヨーってさ、ヨーって言ってるのがいるんだけど、でもこいつが、うん、どうしようかなと。顔は3点、あとは財布次第ってとこね。だから、この人、まあでも財布次第ってことは金にがめつい。なに、あなたもナンパ、変わったってことは、ソルジャーが早くあっちに行かないかしら。え、この人、ガチ女性なのか、それとも、いやでもこれ絶対この人だわ。何よソルジャーさん、クソバレたか。あ、やっぱ男なのだとしたらすごすぎじゃない。ウータイのスパイ発見した。もっとなんかその技術使っていろんな別の需要のあるところで働けばいいんじゃないかなって思うけど、だとしたら、あ、男の人だ、すげえな、すごくない。いろいろな意味で需要がありそうな人だな。で、5人目が、ウータイ出身で、別の理由で神羅に恨み、なんかいたな、いたぞ。宇宙、あ、わかった、そういうことだ、ロケットの前のあの人だわ、これ。なるほどな、シドがパイロットに乗っててね、恨みを持っているって、あの人、ウータイのスパイだったの？そうなの？ほんと、どこに住んでるかわかんねえな。この人だろ？その訓練本当なら私が。そう、恨みって言ってるもんね。もう一回話しかけたらってことでしょ？変われば。私が、あ、やっぱこの人だわ。まあそうだな。そうそう、それがどうした？しかし分からんもんだな。全然分かんないわ、これ。ヒントがないと。はい、ウータイのスパイ発見したよ。もうこの早着替えを見るともう5回目ですね。あ、ハーディーデイトナーをバックにね。いや、いい着替えするね、この人は。そして、指導ハイウィントの前で捕まるっていうね。それをまたな、嫌味ですね。さあ、6人目。ウータイ戦争で活躍したソルジャーに恨みを抱いている。ほんほん。おそらくザックスさん、あなたのことを指しているのでしょう。今わかってる。それだけ？ザックスのことを知っている人？進路の情報も引っかからないとはスパイのエキスパートかもしれません。ザックスのことを知ってる、ザックスファンクラブ的な？でもファンクラブじゃねえか。ファンクラブではないよな。お、何？またなんかミッション的な？いいのか、科学者がこんなとこで油を売ってても。科学部門が作り出した人形ごときが私に、またなんか北条みてえな突っかかり方をしやがってこの野郎。人形それってソルジャーのこと言ってるのか。ちょっと気づけならないぞそのセリフ。まあでも事実だな。戦うしか脳がないソルジャーに語ることはない。嫌な奴だな。俺たちだって見所を守ったり世界中で戦ったりしてるんだぜ。
机に座って変な研究資料ばっか読んでる科学者なんかよりよっぽど世界に貢献してるよ。まあどっちの言い分もわからなくはないですね。一つ聞きたい。ナナヤ、君は何のためにここにいる？ん？おお、なんだなんだ。ザックス、ああ、コンセル、何よ。ちょっと今、言い合っていたところなんですけど、お前知ってるか？最近、ミッドガルやカーム周辺でモンスターが大量発生し、そうだね。めちゃくちゃ事件、そう、その事件ならよく聞くね、本当に。急に一個聞くようになったな。そのモンスターは科学部門で研究サンプルとして保護していたモンスターだったらしい。なんだってそれってシーナが飼ってたモンスターが脱走したってこと？科学部門が逆に世界を脅かしてるじゃねえか。勝手に逃げさせると思うか、信頼ビルのセキュリティはそんなにやわじゃない。あ、科学部門の人たちが逃がしていたってこと？会社は隠蔽のためにソルジャーを大量投入すると決めたらしい、モンスターを排除するために。お前もそのうち呼ばれるだよ。これはとりあえず内緒にしてくれ。あ、それでさっきのあのミッションか。ミッション追加に関わるってことか、やっぱり。シンラのモンスターか、一体何が起きてんだろうな。なるほどね。ウータイのスパイなんだろう。あと、わかんないぞ、これだけだとさすがに。まあでも、行けるマップが限られてるから、しらみつぶしに今みたいに、その、こう、いろんなとこ行きまくればね、多分行けると思うんだ。ん？誰だ？ルーファウスかな？ルーファウスに恨み抱いてた的な？ん？ラザード統括の素性は全てデタラメ。ラザード統括の評判は決して悪くなかったのに、人間何を考えているか分かりませんよね。なんかどんどん化けの皮が剥がれてるね。でもいい人だったよね。それは事実だったんだから。ソルジャーの給料がタークスに負けてる理由はそこにあったわけだ。なるほどな。そっか、ソルジャーの給料部分がホランダーに行っていたわけだな。それ考えると本当にホランダは敵だな。敵でしかねえな。これでなんかパーフェクト取ったらなんかあるとかかな。一回ミスっちゃったもんね。60超えたらまたミッションが追加されてみたいな。あー、ミスった。あー、ミスやった。でもこいつが強いから、ちょっと待ってよ。いや、なんか強くなってきてるよね、敵が。だいぶ僅差に、もう40、最初の方なんて23回ぐらいだったのに、41回だと。さすがザックさんですね、あなたにはかないませんよ。辛辣、あ、やっぱなんかどんどん新しいの手に入る。え、ちょっと待って、じゃあ。お、あ、セカンドになった。そうか、どんどん敵が強くなってってたのか、わかりづら。なるほどな。あ、早い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 、負けてる負けてる、最初から早い。ずるいぞずるいぞ、やべ、勝てねえかもしんない。やばい、気持ち悪い気持ち悪い。あ、早すぎた。あー、負ける負ける、やばい、負けちゃう。マジかよ、早いよ。てかミスんないし、相手よし、やべ、あぶね。はいはいはい、うお、ああ、ああ、怖っ、あっ、あっ、うわっ、いや、ほい、はい、そい、うわっ、かっかっかっ、くそ、はっ、よっ、へい、はい、やばい、変な声しか出ねえ。やばい、はい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 、あ、惜しい。もうちょっと60だったのに。あー、スクワットだ、スクワットチャワって噛んじゃった。お前には勝てないな、全く大事なやつだよ。あー、よかった。ギリギリだよ。あ、最後、過去ベスト記録よ。だいたい4頭筋が。すいません、半だ。もうどんどん高みを目指そうぜ。あ、そういうことか。もうこれで選べるってことなんだね。で、セカンドに勝ったから終わりってことか。ちょっと待てよ。ここまで来たら60回目指そうぜ。絶対なんかある。あ、でもないのか。記録によるはしないのか。こいつに勝てたらって感じかな。
やばい、時間見たら焦る。時間見ないよ。時間も回数も見ない。俺は時間も回数も見ない。ただ淡々とスクワットを押すだけの存在。ただ淡々と丸ボタンを押すだけの存在。ただ淡々と丸ボタン。きたー何回だった。もうパーフェクトよ。ほら、68回もうノーミスだからこれ以上できないぞ。過去ベスト記録。あ、やっぱもらえないんだ。あー、これででも全部揃ったってことは。ちょっと待ってよ。あ、やっぱり、設計図、セラミック、キャタピラ、ハンダ。これあれじゃねえか、もしかして。あ、わかった。そういうことだ。これ、あれだよ。なんだっけ。ワゴンの材料にできるよ。4つだし。そういうことか。なるほどね。面白い。あ、やっぱそうだ、来た。神羅製ハンダに、神羅製セラミック、神羅製キャタピラに、神羅配膳台設計図。もう全部神羅製よ。メイドイン神羅。その材料使えば、やっぱよ、これよかった。よかったわ。もうめっちゃ苦労したよ。めちゃくちゃ時間かかった。いやー、でもちゃんと悔いなくね、いろいろくまなく回ればちゃんと。おお、あ、でもさっきよりなんかいい感じじゃん、確かに。おしゃれ。おしゃれですよ。なんかワゴンっぽく、まあそうなんだけど、そうなんだけれども、でもさっきのよりかはいいかも。ザックス？かっこいい。そうだよね。俺もかっこいいと思うんだ、これ。男の子に刺さるよね。俺って意外な才能があったんだな。このワゴンを使って花を売りに行こうぜ。なんかどっちもいいよね。本当にワゴン作りの才能はマジであると思うんだけどな。おお、また来た、また来た。またイベントよ。なんかまあ、結局変わらないのかな。見た目だけが。うん、可愛くていい感じそうだよね。さっきもそうだったもんね、ザックス。みんな買ってくれるかな。あ、それで来る客層が変わるんじゃない、これ。多分。どうだろうか。あ、ほら、来た。あ、研究員来たよ。科学部、あ、さっきの毒舌研究員じゃないの、これ。見たことがないタイプだ。進路の最新型。あ、そう見える？かっこいいよね、やっぱりね、これ。違うよ。冷静に突っ込んでるじゃないか。見れば分かれたら、花売りワゴンだよ。お花一つ買わない？うん、買ってよ。7ギルでいいぜ、7ギルで。なんだよ、じっと見て。どうした？まさか兵器に転用するんじゃないだろうな。おいおいおい。これを1万ギル、すごい額来たぞ。いいぞ。お金、財布でお金でいっぱい計画。いいぞ。強力な兵器に改造することが、そう。ワゴンを兵器に改造すると、まあ、あれじゃねえんだから。なんだっけ。あ、なんかいたよね。チャーンのやつ。ババ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 って打つやつ。なんだっけ。ふざけんなよ。このワゴンはな、エアリスのために俺が一生懸命作ったんだぞ。いやでも1万って言われたら、お財布先にいっぱいにするのもそうだよね。先立つものが必要じゃないですか。ねえ。もちろん冗談。いやでも1万はちょっと買わないなら、いやー偉いな、ザックス。普通揺らぐぜ、1万って言われたら、お前。ったく。すごいな。確かに客じゃなかったんだけど。通報があったのはここだ。どうしたなんだ。おぉ。未確認兵器発見。これより、もう、兵器扱いされてんじゃねえかよ。だからこれは花売りワゴンだって。あ、ちょっとギャグテイストな感じになってる。なるほどね。ギャグイベントってことか。花売りワゴン2台になった。あと1台作ってくれたら嬉しいけど、やっぱりダメということだね。あと1台あるんだ。なんだ？2台はスクワット。これは、この2台目のやつはスクワットだったんだよね。スクワットだけで全材料が手に入ったから。いやー、ちょっとわからんなー。まあ、ウータイの絡みあんのかな。ウータイの関係がもしかしたらあるのかもしんないけど。まあ、ウータイ探して、それまま関係なかったら、ちょっとさすがにググっちゃうかもしれん。さすがに、ちょっと後悔するわ。やらないと、これは。いやいやいや、まさかね。なんだよ、僕、うわっ、あ、え、マジで、え、ちょっと待って、じゃあ周りのこの子たちも、
それじゃ僕のメンバーが増えてないんだけど、あいつなんだかマイナーなんだよね。え、この子今日から3人でソルジャーごっこやるようになったんだけど、私にザックス役をやれってすごいうるさいんだ。ザックスってソルジャー知ってる？そんなソルジャー聞いたことうるせえな。確かにセフィロスの方が有名だ。君はセフィロスやった方がいいと思う。この子スパイか。いや、わからん。これはわかんないよ。すごい、これはすごいわ。本当にわかんなかった。もうカットの一部だと思ってたんだけど。へえ、すごいな。マップがね、まだ行けるマップがそんな多くなかったのが唯一の救いだよね。で、この思い出のこの滑り台をバックに早着替えしまして、で終わりか。あー、取り調べ受けてて、歌さんと手がかりがあれば俺に何かしらの任務が下るでしょうと。はあ、終わったー。なるほどね。ウータイ残党の本拠地を叩くだけです。ウォルナット、あ、来ましたよ。これ絶対あれだわ。なんだっけ、ワゴンの材料。これ絶対ワゴンの材料だよ。いいやつだもん。いいやつ来ちゃったもん。ほらー、加工しやすく、証言強い、木材。あと3つだ。あと3つなんだろう。こんだけやってやっと木材1個だもんな。いや、きっついなあ。なんかどこ行ったんだろう。もう帰っちゃったのかな。あ、なんかね、友達がいつの間にかいなくなっちゃって、この子たちもちょっとね、あの子消えちゃった。どこに行ったのかな。いやー、なんだ。あと、いやー、ちょっとわかんねえな。大体の人に話しかけたんだけど。あと、もうミッションしかないわ。ミッションしかやることが残っていないはずなんだよな。とりあえずセーブ入れるけど、とりあえずじゃあ今ちょっとベリーハード以外のミッションはちょっと全部やろうかなと思います。で、それでもまだ、あ、すみません、ちょっと映像が乱れちゃった。それでもそのワゴンの材料集まんなかったら、すいません、ちょっとググらしてください。ミッションで揃わなかったら、まあでもどっちにしろミッションはね、やろうと思ってたんで、ちょっとね、もう収録2時間半ぐらい撮ってるので、一回ここら辺で収録終わりますが、次の収録からね、ズバズバカットを入れながらミッションをちょっとこなしていくっていう。なんかミッションにもいろいろストーリーがあるからね、こう収録の裏でやるとかそういうのじゃなくて、ちゃんと収録上ででもカットを入れてサクサクと進めていくような、そんな感じにしたいなと思ってます。で、それでもワゴンの材料揃わなかったら、ごめんなさい、もう一回言いますけど、ググらせてください。ちょっとそこだけだよ。そこだけググらせてください。お願いします。ということで、とりあえず、ここら辺で収録一回終わります。